ヤクルトサイスニード中日打線に警戒を強める。去年と比べて中日打線はいい打線になっている。中日との3連戦初戦4日先発のヤクルトサイスニードが龍打線を警戒。去年と比べていい打線。ヤクルトは4日からバンテリンドーム名古屋で中日と3連戦を控え、カード初戦に先発するサイスニードが3日龍打線に警戒を強めた。今季初登板に備え、東京神宮外苑で最終調整した右腕は、去年と比べて中日打線はいい打線になっている。これから研究して対策を練っていいピッチングができるように準備したいと強調した。サンキューサイス。一年でお世辞も覚えたんだな。いつも阿部に打たれるんだから気を抜くな。どこがだよ。マウスサービスでしょ。外角と雰囲気しか見てないやろ。中日は今年はかなり良くなるんじゃないかな。4位か5位だね。まあ外国人増えたし一発の怖さは増したんちゃう。昨年より粘っとるから中日アナドレンで。実際去年サイスニードは対中日の防御率あんま良くなかったから警戒するのはわかる。結果やなくてプロセスを見なあかん。実際中日相手の試合見てると岡林筆頭にポンポンヒット飛ばしてくるからランナー溜まってドキドキはするんだよなぁ。長打がないから点はあまり取られんが、一方で投手がいいからセーフティーリードになりにくいし安心できる展開にならない。名古屋やしに点以内に抑えたいやろから慎重にもなるやろね。KO されるようなことはないだろうけど、こういうマウスサービスを真に受けるほど、ドラゴンズファンはもうピュアじゃないぞ。まあ良くなってなきゃまた再開だし、去年よりパワーのある野手が増えてるよ実際、当たるかどうかは別だけど。岡林大島はやばいぞ。岡林なんか大勢グリフィン以外は見てて打たれる気しかしなかったし、あれは3割打つわ。あと一押しで大化けしそうに感じたわ。去年のイメージをいい意味で裏切られたから今年は結構やれそう。ちなきょ。役にとって中日は天敵やからな。ライオンはウサギと対する際も油断しないからそれみたいなもんやろな。マジで得点圏で打てる選手おれば上位いけるんだよな。アキーノは予想以上にバット当たってるし期待してるわ。去年ヤクルト唯一負け越した相手だしな。打線が良くなってるかはあれだが舐めてかかれる相手じゃないわね。アキーノと細川がもうちょい当たってくれると、対戦相手にとって怖い打線になるかな。岡林大島がやばいのはどの球団でも感じるやろな。ビシエドが復活すればマジで怖いけど厳しそうやな。言うて思ってた以上は打ってるじゃん。広島よりは上なイメージだぞ。去年中日に負け越してることを差し引いても、別に群を抜いて最下位とかじゃなくて下4球団団子だったんだし侮るわけないんだよな。男立浪ヤクルトの独走は許さない。ヤクルト戦だけドラゴンになるからなこいつら。実費サービス込みだろうけど中日はヤクルト相手には本気出すから警戒するのもわかるわ。マウスサービスってネタなのか素で間違ってるのか未だにようわからんわ。なんだよがっけかよ。良い打線じゃなくて、各駅停車の良い打線なんだよな。ヒットはそれなりに出てるし。バンテリンヤクルト戦になるとなぜか毎回木の卓が覚醒すんねん。おかしいやろあいつ。岡林と大島以外に怖いバッターいるか？